はい、ということでね、前回の続きになります。国道2号線下関市内と今ね、ちょうどお昼の12時25分かな、ちょうどちゃうな、12時25分ちょうど12時半って言うと思ったけど12時25分ドライブイン一日を、に行こうと思いましたが、ドライブイン南国っていうところね、もう一個 あるんですけど、そこをね、行ったことないですよ。前はね、撮ったことあるんだけど、もう昔ね、結構昔ね、ドライブイン南国ってね、一潮が有名ですよね。すごくね、道塩ってね、すごく有名ですけど、南国、はい、ドライブイン南国、を、今日は行こうと思います。これ、腹が減りました。いろいろね、結構この辺はありますね。下関市内なんですか、この辺は。よくわからないですが。下関市ですね。下関市の調布っていうところらしいですね。よく知らないんですけど、あんまりね、この辺は知ることも、まあ、ないんで。まあね、空車のね、九州から空車なんで、今日はね、ご飯食べてね、夕方、どこかで温泉入って、もうね、観光気分で大阪に帰ろうというとこです。はい、もう仕事をね、ちょっともう旅行みたいな感じにしてね、ちょっとでもダメージをね、軽くして、大阪に帰ってね、まあ、それ、今日はこれで、上がりになるんで、帰ったらもう終わりなんでね、まあ、そうですね、まあ、ぼちぼちと帰ってね、休息取りながら、ぼちぼち帰りまして、行きたいと思います。はい。ウエストバレーは知ってるけど、ウエストリバー言うたら西川そういうことかなまあちょっと今日はね、道塩もね、いいんですけど、ちょっと南国っていうのも、まあ、一回行ってみたかったんですよ。行ったことがないんで、どういうのが美味しいのかさっぱりわかりませんけど、南国、ドライブイン南国っていうのがね、あるんで、そろそろ休憩してくださいと。
線なんですけど、昔ここが2号線やったんですね。そうそうそう、昔はこれが2号線やったな。道潮ってね、2号線沿いにあったんですね、昔。それはまあ、だから昔ね、2号線で、でなんか久しぶりに来たら、ね、このなんかバイパスみたいなね、できとって、2号線のバイパスができとってね、ちょっとなんか場所が変わったみたいなね。昔はこれが2号線、旧2号線やね、今言うたら。でしたね、昔はね。若い時に、だからその道しを行った時ね、2号線やったもんな、まだ。これ2号線、ちんたらちんたらね、走って行っとったなっていうね、なんかかすかな記憶がありますね。ということでね、ドライブイン南国でもこれやってないんちゃうのかな。やっとるやっとる。トラックこんだけね、トラックおったらやってるでしょ、ね、よっこいしょっと、ドライブイン南国です、これね。トラック多いね。トラックだらけやね。本日のお昼は山口県山陽小野田市にありますトラックドライバーのオアシス、ドライブイン南国に来ました。ここは食事はもちろん、シャワーも借りれる、駐車場もバカでかい、私たちトラックドライバーには最高のオアシスとなっております。お昼はカレーに素鶏、野菜はセットでついてきます。一見普通のカレーですが、このカレーはうまいですね。美味しいです。ドライブイン南国のカレー美味しいですよ。近く通られる際はぜひ寄ってみてはどうでしょうか。
最高だ。はい、道の駅じゃなくて道の駅じゃん、ドライブイン南国ですね。 ドライブイン南国で食べてきました。はい、ちゃんぽんがね、有名みたいなんですが、ちょっとね、ラーメンが結構続いてるんですよね。麺がね、ラーメンとかね、麺が続いてるんですよ。ちょっとね、ちょっと麺系は嫌だったんで、ご飯も食べました。今からね、山陰周りで帰りたいと思います。もうね、ナビセットしてね、山陰周りにしたら、大阪まで610キロです。もう、ちんたら帰ります。もう、下道で。鳥取周りで帰ります。はい。景色を楽しみながら、私はね、走っておりますよ。この海岸沿いを、日本海ですね、これは日本海。山口県阿武郡っていうところらしいです、景色がいいですよ。海見ながら運転してますよ、ずーっとね。いい眺めですわ、ほんま。
全然おらんしね、今昼の3時40分ですけどね、車も全然おらへんしね、信号もほとんど引っかからへんし、ちょっと街中だけですね、ちょっと街の中心だけちょっと信号ちょこちょこっと止まって、またもうまたこういうのが 何十キロって続く感じですよね。九州の車が、九州のトラックがね、多いですね、九州のトラックが多いですね、結構ね、出せないですよね、カーブがね、カーブが結構きついもんでね、なかなか